長野正弘です。長野ネットワーク119、ライブ配信と、いうことでね、今回で4回目かな、5回目かですかね。今日は7月の31日ということで、多分皆さんもね、今ね、オリンピックに夢中になってるんじゃないかなと思うんですけれども、私も今日は一日中ずっとオリンピックを見てるという状況なんですけども、この長野ネットワーク119、これはですね、消防団、全国の消防団の皆様をつないでいくという形で、消防団の、ね、皆さんたちというのが、地域地域によって活動が異なると、それから、まあ全国 の、 その消防団に対するやっぱり理解、それから皆さんのこれからの協力といったところをね、啓発していくというのを趣旨に、いろいろなところの消防団の方たちとお話を、Zoom を通して、やっていこうという形でね、今年の春ぐらいから始めてるんですけども、実は自分がですね、消防団の方と関わるようになったのがやっぱり東日本大震災の後でして、東日本大震災の時に消防団の方、特に被災地の消防団の方たちというのは多くの犠牲者が出てまして、254名近くの方が亡くなられているという、いうことをちょっと聞きまして、ちょっとこれなんか協力できることはないのかなというようなことで、いろいろな、自分ができる啓発活動なんかを手伝って、いるんですけども、その中でも、ね、今回は、本当にその被災地で自分も何度か足を運んでいるところの、消防団、有名なところですね、今回は気仙沼消防団です、ね、もう今ね繋がってると思うんで、じゃあ繋いでもらいましょうか。気仙沼消防団の皆さん、こんばんは。繋がりますかね。あ、こんばんは。あ、こんばんは。聞こえますか。聞こえます。あ、すいません、今ちょっとなんかつながりが悪かった。皆さんもしかしてオリンピック見てました？いや、待ってました今。あ、本当ですか、はい、どうも、はじめまして、長野です。マスクどうしますか、大丈夫ですか？あ、ね、はい、俺はね、もう大丈夫です。はい。あれ、あれ、今回、消防団の全国の方たちといろいろコミュニケーションを、ズームを通してやってるんですけども、他の会の消防団の方とかのあれってご覧になりました ?YouTube。聞いてません。あ、見てない。見てない。非常にね、やっぱ固い、やっぱこれからの気仙沼についてとか、日本についてとか、そういう難しい話は一切しません。今日は皆さん、土曜日は毎週結構集まる時なんですかね。いや、消防で集まるってことはないですけども、まあ、それぞれ、まあ、個人的な飲み会とか。まあ、そういうのは、はいはい、まあ、今コロナで大変は大変なんですけど、ね、ですよね、まあ、東京も今日で4000人以上になりましたから、ですよね。そっち気仙沼とかはどうですか、その観光関係の方とかやっぱりいらっしゃってますか？まあ、あんまり来てないですね。あ、来てないですか。まずじゃあ気仙沼消防の皆さん の、 ご紹介の方、自己紹介の方から、あ、そうですか、よろしかったらお願いします。じゃ
私から。はい。団長の菊池です。あ、どうも、お疲れ様です。その説はどうも。あ、団長ですね。あ、団長。あの、ここに団長出ちゃいけないんですよ。いや、もう、はい、ええ。あ、でも、団長なんか、帽子かぶってた時の方がかなり、高齢の方に見えましたけども、そんな、あれですね、団長おいくつですか、今。今、68です。あ、でもやっぱ団長行ってるんだ。あ、本当、いや、でもなんか団長ずいぶん若く見えますよ、今日は。ありがとうございます。え、ちょっと太りました。ちょっと病気して太りました。そうですよね、なんかちょっと太った感じ、ね、ふっくらしてますもんね。あ、そうですか、団長、この間どうもすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。あれも去年ですよね。そうですね、はい。はいはいはい。そっか。あ、そっか、じゃあ、なんか団長となんかイメージ全然違う感じがして。よくと全然違いますね。どうもどうも、この間本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、周りの後の皆さんのご紹介もよろしくお願いします。自己紹介します。はい、第一分団長の宮崎と言います。あ、どうもお疲れ様です。よろしくお願いします。宮崎さんですか。はい、宮崎さんはお仕事とかは何関係のお仕事なんですか。あの水産関係の会社の一応役員というふうに呼吸下がる。何関係ですか。水産関係です。あ、水産ですか。はいはいはい。あ、でも水産は気仙沼大変でしたもんね。そうですね。まあでも今年はカツオが不漁なので、はい、あ、本当ですか。ええ、はいはいはい。あ、カツオも取るんですか、そこ。カツオは水揚げは。あ、本当ですか。はい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 。あ、団長はお仕事は何関係なんですか。自営クリーニング屋です。あ、クリーニングですか。はいはい。あ、本当ですか。はいはいはい。団長たちのお店はあそこの何したっけ、なんとか市場とかってあったじゃないですか。被害のあったところですか。工房自体は被災しないところだったんですけども。あ、なるほど、はいはい。自宅の方は、はい、津波でだったんですよ。あ、本当。あ、自宅の方が逆に流されてるんですか。はいはい、そうします、はい、はいはい。あ、わかりました。じゃあ前列のまたお隣のご紹介の方からじゃあお願いします。はい、すいません。はい、同じく第一分団の副分団長で大和田と言います。あ、どうも大和田さんですね。お疲れ様です。大和田さんはお仕事は何関係なんですか。あれ、もしもし、途中切れちゃったかな、これ。今途中ちょっと聞こえなかったんですけども。あ、サラリーマンやってますよ、普通に。あ、サラリーマンですか。はいはいはい。でもなんか皆さん前列の3名、ええ、3名の方はなんかちょっとあまり人相がよいい感じじゃないですよね。後ろで交代しますかね。わかりました。じゃあ後列の方からまたお願いします。第一分団三部坂田町の部長をやってます、斉藤と申します。あ、はい、お疲れ様です。斉藤さんは何関係のお仕事ですか。震災当時は自営業やってたんですけども。はいはい。今はサラリーマンやってます。あ、なるほど。やっぱその被害にあって、まあ、お仕事変えたっていうことですか。一応、それに終わらないけれども、やっぱり厳しかった、はい、います。ああ、でもやっぱそういう方多いんですよね。あ、もしもし。はい。
あ、なんか画面が映ってないけど大丈夫ですかね。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。なるほど、そういうことですか。はい。いや、なんかちょっと音がこっちが途切れて聞こえなかったんで、はい。ああ、わかりました。最後の方、よろしくお願いします。はい。第一分団のコンって言います。コンさん。第一分団、はい、コンって言います。え、コンって今って書くんですか。コン。あ、え、コンさんって東北の方に多いんですか。え、コンさん、ゴンさん。私の、北津軽です、出身は。はいはい。お仕事は何関係なんですか。会社員です。あ、結構皆さん会社員のが、はい、多いですね。はいはい。あの団長、この間気仙沼が去年の2020年ですか、あれですよね。あ、聞こえてますか、これ。音が悪い。あの、です、今日映ってる豚章が、はい、聞こえてます。ちょっと待ってください、俺の方の電波が悪いのか。はい、うちの電波が悪いのかな。聞こえてます。聞こえてますよ。こっちも聞こえてますか。もしかしたらね、俺の方の電波が悪いのかもしれない。ちょっと今映りました、こっち。大丈夫ですか。大丈夫ですか、ね、はい、大丈夫です。こっち、あ、はい、声聞こえてますか。うん、聞こえてます、聞こえてます。大丈夫ですか。はい、ちょっと今去年長野さんと対談して、はいはい、海のそばで、はい、いや、でも近くなんですよ。あ、今皆さんが集まってるところですか。そうそう、そうです、そうです。あ、3月に豚章が、できまして、はいはいはい。あ、本当ですか。はいはい。え、じゃあ、そっ、分断のそのあれもやっぱ流されて新しくできたのが、じゃあ去年ですか。はい、あ、本当ですか。今年です。あれ、気仙沼の方はやっぱり消防団の方でやっぱり犠牲になられた方とかいらっしゃったんですか。8名いました。あ、そんなたくさんですか。団員が。ああ、本当ですか。いや、自分も最初そういう報道ってあんまり聞かなかったんで、知らなくて、日本消防協会のとこに行った時に初めてその話を聞いてちょっとびっくりしちゃったんですけども、結構全国の皆さんが、その消防団の方が犠牲になった話って皆さん結構知らなかったりしてて、まあそれはちゃんと伝えていかなきゃいけないのかなっていう、皆さん多分辛いと思うんですけども、っていうことも考えてるんですけども、当時の団長とかその時ってやっぱりその皆さんがちゃんと避難するその行動とかっていうのが、皆さん避難所の方にちゃんと避難されてた中でもやっぱり間に合わなかった人とか、そういう方を消防団の方たちがこう案内しに行ったりしたわけですよね。避難誘導した、で、はい、
殉職した団員の。また、あの、水門を締めに行って、犠牲になった団員とか、まあ、まあ、消防団の、その時の、あの、いろんな活動してましたんで。はいはい。その中で犠牲になったってことですね、八門の。はいはいはい。あれでも気仙沼は団長たち皆さんたちはこう少しこう復興の新しい気仙沼にっていう兆しが見え始めてるのはいつぐらいからなんですか。まだそういう感じじゃないですか。それとももう翌年からも早く復興にというようなイメージだったのか。ね、まあ、本当に最近です、ま、最近まではまだ特にこの消防当初なんか生きてなかったので、はいはい、周りももうまだ中だったりして、はいはいはい、気仙沼は自分たちもやっぱそのプロレースの時も定期的には行ってたんですけども、まあ、あの、とにかく仙台からもう遠いっていうイメージがあったんですけど、最近はでも あのあれですよね、あのなんか道かなんか新しくもできてかなり近くなったんですよね。はい、ね、そうですね。皆さんはあれですか、どっか、はい、どっか、なんですか、ちょっと大きな買い物だとか、うん、あの、しに行くときっていうのは、どっちに出るんですか？やっぱ仙台ですか？まあ、とも言いますね。仙台は一番大きいですね、あの宮城県では。はいはいはい。え、今、車でどれぐらいで行くんですか？2時間ぐらいやっぱかかるんですかね、仙台まで。ですね、まあ、普通に言えば2時間半ぐらいです。あ、2時間半ですか。あの海岸通りの道も全部つながったんでしたっけ。つながった、三陸道。はい、三陸道。あ、はいはいはい。あの鉄道は、三陸鉄道は気仙沼の方も走ってるんですか。鉄道はあのバスになったんですよ。あ、バスですか。はいはい。久しぶりに気仙沼から、はい、の気仙沼線はおバスでもあの設置だったんですね。はい、はい、はい。そこあのリアルはあのバス専用の道路で、あ、ま、はい、元々はあの電車が走ってたあの線路は、はいはい、バス道路だったってことですね。でもあの港のところのあそこはものすごいこう綺麗な様変わりになってまして、ちょっと びっくりしましたけども、なんかおしゃれな街になりましたよね、さらに。そうですね。まあ去年長野さん来た時よりはかなり、はい、進んでますね。ですよね。いや、自分多分あの最初の2015年間ぐらいはなんか毎年行ってたんですけども、あそこからちょっとその間が空いてて、あんなにその様変わりしちゃったのちょっとびっくりしちゃって、かなりあの県外からの移住の方もいらっしゃったりしてるんですかね。わあ、ないですね。ないですか。ああ、むしろ、いや、やっぱ出る人が多いです。あ、出る人が多いですか。ああ、はいはいはい。
気仙沼でも一番の産業はやっぱりあれですか、その漁業というかそっちの方のがメインですよね。ね、あれでもちょっと陸の方に入ってったらかなりまたあの東北のってかの広大なこの農地というかいろいろな農業系も結構やられてるんですよね。ね、まあちょっと、まあ、2、30分走ればすぐ山ですからね。そうですよね。まあ、あの農業。はい。あれ団長、この間俺行った時に、あの酒造酒蔵って言うんでしたっけ？はいはい。あそこはあの綺麗に残っても、あの、長野さん寄りましたよね。はいはい、寄りました、寄りました。でもあそこのお酒うまかったですね、あれ。はいはい。ああ、そうですか。はい、あ。そう、あの、男山。でしたっけ。あの建物ちゃんとなんか、もう一回、あの、建て直して、残してと。そうそうそう。あの、気仙沼の皆さん、やっぱ、お酒の方は、皆さん、まあ、みんな飲みますね。飲みますか。消防団は特に。今消防団の方な、何分団あるんですか。12の分団です。あ、気仙沼で12分団ですか。はいはい、すごいですね。はいはい、あれ消防署というか消防 本部もあるんでしたっけ。ありますあります。はいはい、あれ救急車はじゃあ消防本部が何台かあるんですか。でもそんな数多くないですよね多分。そうですね。はいはい、3台ですか。全部3台ですか。あ、いや、はい、結構ね皆さんねなんかその辺のなんか台数とか結構知らなくて、あのなんか何かあったらすぐ消防とか救急車は来てくれるぐらいのもんだとなんかそういう意識がやっぱり俺らはあるんですけど、 そんなものすごい数を準備してるわけではないんですよね。3台しかないんで、あの、はい、活動中にうちの団員があの事故に遭いまして、はいはい、交通事故にね、はいはい、それであのその時に火災に出動した救急車もあって、あで救急車到着までに火災が解決したっていうのがありました。はい、あでもそうなんですよね。いやだからまだその東京の人たちからしたらその気仙沼の消防団の方たちの状況とか町の状況って全く全然理解できないし、みんななんかそれぞれ違うんで、あのこの間前々回ですかね、九州の、宮崎延岡の隣の何て言ったっけな、消防団のとことを話した時に、秋にはあの畑 その草をこうの焼く、なんすか、野焼きって言うんでしたっけ、なんかありますよね。あれを消防団の方たちの仕事だっつって、うん、あの火を消す方じゃなくてつける方もやるんだっつって言ってましたよ。あれ気仙沼の消防団の方ってなんかそういう多分他ではやってないんじゃないか、うちだけでだけやってるんじゃないかっていうようななんか行事事とかありますかね。バイクですね。まあ調査前あのちょっとお話したと思うんですけども、
結論にあのバイク隊っていうあのバイクの、はいはい、あ、はいはい、隊がありまして、はいはい、ちょっと話しましょう、ね、はい、あの避難の時よっていうのはあれですよね、はい、あの結構活躍したんですよ、はいはいはい、し、まあここにその当時の隊長なんですけどね、あの、はい、副分団長が、はいはい、まあ、当時のことは詳しく、皆さんもやっぱバイクは乗られるんですか？いや、バイク隊、まあ、私がバイク隊、はい、あ、バイク隊ですか、はいはい、バイク隊の、はい、あ、ということは大体気仙沼のバイク隊の方は昔若い時にバイク乗り回してた方たちが入ってるっていうことですかね。現役で乗り回してますは今でも元気に乗ってますあ、本当ですか、何台ぐらいあるんですか今。バイク隊には現在 6台あるんです。ああ、本当ですか、はいはい、でもそうですよね、やっぱ車で全然動けないわけですもんね。まあ震災当時は車が通れないようなね、瓦礫のとこをはい、かき分け入ってって、はい、ああ、はい、今団員さん私が当時、はい、3日目の朝にね、はい、孤立した集落へバイク隊で私が行ったんですよ。はいはいはい、ね、そしたらちょうどその、ね、孤立した集落の人が30何人ほどいたんですけど、はい、地獄で仏みたいな顔で私の方に見られましたね。あー、そっか、もう連絡もつかなくて、気仙沼なんか特に遅かったんですよね、いろいろ救助とか手が回るのが。そうなんですよ。自衛隊より早かったんですよ。私、ああ、本当ですか。いや、俺も消防の方によく言われたのが、ああいう現場は一番後駆けつけてるのは自衛隊で、だから自衛隊がテレビに映るのは自衛隊が映ってるんだけど、一番奥にいるのは消防団なんだ。一番最初に駆けつけてるのは消防団で、ただ映らないと。そうなんです。ね、っていう、なんかそれを言われてて、はい、まず最初に駆けつけてるのは消防団だよっていうことを、消防署の方たちが言ってました、それ。それ、何時間ぐらい走ったんですか、それ。ここから20キロぐらいの場所なんですけど、はいはい、主要の道路が全部ダメになったんで、一人通れるような山道を、はいはい、通ってって、で一番ひどかった場所は1メーターぐらい の, 丸太丸木で作ったあの橋ね、その橋を、はいはい、渡るんですか、越えてって、渡って、はい、下5メートルぐらいの沢になってから橋です。はいはい、これでもバイク隊って全国ちゃんとあるわけじゃないんですよね。ないですね。全国何か、まあ正確に言うと数はちょっとわからないですけど、何かしかあることはあるんですよ。あ、でもバイク隊でも必要ですね、これね。そうですね。震災時に、まあ、結構活躍しましたんでね。ああ、そっか。ちょっとバイク隊ですね。活躍するような結果あるかもね。でもバイク隊って、まあ、乗る方の消防団の方もやっぱちょっと危険は危険ですよね、かなり。怪我とかされなかったんですか？そうですね、危険ですね。怪我はしなかったですね。ああ。だから結構一番最初に現場に駆けつけたんで、はい、見ちゃいけないようなものいっぱい見ましたね。
ああ、なるほどですね。よくあの、写メ撮ったりするような人もいるんだけども、はいはい、ちょっとそういう気にはなれなかったです。はいはい。ああ。それはもうなんですか、やっぱ気仙沼もその被災の時はあの道が寸断されたりとか電気も通らなくなって、もうやっぱ連絡がやっぱ取れなくなった人たちがたくさんいたってことですよね。そうですね。あ、まあ、気仙沼特に宮城県先ですからね、もう岩手県すぐ隣が岩手県ですからね。はいはいはい。どこからも情報っていうか、あの、いつも一番最後でしたんで。ですよね。あれ、気仙沼で今なん、あの、人口ってどれぐらいになるんですか？6万。10万とかいるんですか？6万人ちょっと。ちょっとですね。6万ですか？6万人ぐらいです。ああ、本当ですか。はい。でも街は広いですもんね。湾岸部から今度山の方に入っていった。大きいですよね。広くないですか、そんな。広いですよ。広いですね。広いですよね。縦には広いですね。あ、町村合併しましたから。あ、本当ですか。広くなりました、ね。長野さん。はい。すいません、長野さんのビデオが今映ってないです。はい、俺のが映ってない。はい、声は、あ、映りました。大丈夫ですか。はい、今映りました。はい。あ、そっか、合併したんですね。じゃあ消防団も合併したんですよ。あ、そういうことですか。はいはい。え、どこと合併したんですか。12分団です。あ、12分団です。元吉っていう、元吉。はいはい。そっち4つの分団だったの。はいはい。あれ、消す。そこから、合併したんで、当然消防団も、はい、団員も増えました。あ、本当ですか。若い団員はどうなんですか。やっぱ少ないですか。厳しいですね。あ、そうですよね。はい、入ってこないんで、はいはい、平均年齢が年々上がっていますね。ですよね。あれ、団長、これ、他の団の方とか、一般の方も見てると思うんですけども、気仙沼の、なんかこう、おすすめの、なんか、今の時期だとか、なんか、観光とか、食べ物とか、なんか、何になりますかね、気仙沼って言ったら今は。カツオですか、さっき。今だったらカツオですね。カツオですね。はいはいはい。でもカツオの陸揚げるのが全国一なんですか今。そうです。あ、そうなんですか。あれ、本当ですか。もういっぱい上がってますよ。はい。あれ、野菜とか、畜産系はどうなんですか。どうなんですか。牛とかもなんかありそうですよね。多分皆さん知らないで美味しいもの食べてるから、気がつかれないだけで、気仙沼の郷土料理みたいな、なんか何ですか、地元の料理ってなんかあるんですかね。ありますね。まあ、ちょっと身はあまりうまそうに見えないですけども、カツオとかってどういう食べ方するんですか。食べ物なんですよ。ああ、
カツオってなんか地元の食べ方ありますか？ですね、あ、でも刺身ですか。ああ。鍋とかはどうなんですか？鍋料理は。生で言うと、あの、はい、サメの心臓とか、マンボウとか。あ、そっかそっか、そっちサメのあれ、有名ですよね。はい、あの心臓、心臓。心臓ですか、マンボウも食べます。マンボウですか、食ったことないですね。あれでもサメはあれですよね、あの中華料理で使う、何でしたっけ、フカヒレですね。フカヒレ。フカヒレ。ヒレですね、はいはい、はい。それ以外のところって何か他に使わないんですか。あの皮をね、あの加工、はい、まあ、財布とか、ベルトとか、そういうのも今ありますね。これはあの、はんぺんとか、そういう練り物になりますね。あ、はんぺんとかですね。あれ、皆さん、東京とかって、たまには出てこられたりするんですか？まあ、コロナがなければ、まあ、あの1年に1回ぐらいは行ってたんですけどね。はいはい。あれ、今度また9月は防災月間とかってなんか、いや、なんか やられる活動とかなんかあるんですかね。まだ今はコロナ禍だから、そういうのはやっぱ自粛みたいになっちゃうんですか。そうですね、こっちもね、まあ、感染者がいないわけじゃないので、はいはい、結構出てますんで。ですよね。そういった行事自粛、まあ、中止になったりするのが多いですね。はいはいはい。いや、でも気をつけ、あの東京、うちは神奈川なんですけど、神奈川も今までなかった1000人ぐらいになっちゃってますから、ちょっとなんか今回のはなんか去年よりなんかかなりちょっと感染力強そうで、ちょっと気をつけた方が良さそうなんで、皆さん気をつけてくださいね。はい、ああ、なんかやっぱり、はい、なんかやっぱりあの夜遊びが原因でやっぱ運ぶ人が多いらしいんで。ここにいる、それはないですよ。ないらしいです。そうですね。これ気仙沼は冬場は、雪とかってどの時期ぐらいから積もるとこなんですか？まあ、あんまり積もんないですよね。あ、積もんないですか？雪は降りますけど、ないです。あ、本当ですか？いや、でもね。ああ。俺でも気仙沼っていうと、その新日本プロレスで年に1回必ず東京巡業で行ってたんですけども、なんか確かあの講演会の方で、その漁業関係の人がいつもこう試合を終わって、もう魚いっぱい俺ら食わしてもらって、で食ってそのまま気仙沼は止まらないで、俺らまた仙台まで、あの羽で帰っちゃうんですけども、なんかもう美味しい魚を毎回気仙沼行ったら試合の後食わしてもらうっていうのが、なんかもう俺らのその気仙沼イコール魚というイメージがあるんですけど、今でもあれ町のどこ行っても魚料理は美味しく食べれますよね。ですね。そうですね。まあ今の時期特にカツオありますからね。ああ。
あれそっちでカツオの食べ方っていうのは普通の刺身はあれですか、高知だとかあっちみたいに、あの何でしたっけ、あの生姜とあっちも食べ、ね、カツオのたたきですよね。たたきですね。あ、なるほどね。それも食べますよ。はいはい。あ、でもなんか俺カツオのイメージはなんかなかったですね。なんか、わかりましたわかりました。なんか今日あの本当はね、後から考えたらやっぱ今日オリンピックの一番おいしいサッカー野球だとかあの短距離走とか今ちょうどやってる時で、あのついそっちに気が入ったから、もうちょい遅い時間にしてもよかったですね、これね。まあ、皆さんあんまり YouTube とかで使われないかもしれないですけども、最近はもう、結構自分が今50、今年で来月58になるんですけども、50代ぐらいの、人間たちも、最近はもうこの YouTube とかっていうの徐々にこうみんな使い始めて、この消防団の皆さんのご紹介なんかもアーカイブって言ってこの後残しますんで、もしよかったら、ご家族とか仲間の方を誘ってもう一度、見れますんで、はいはい、ぜひ見ます。はい、はい、努力してみます。ですね。じゃあそんな感じで今日はすみません、お忙しいところを YouTube の方でライブで皆さんお話できて、貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また行く会がありましたら遊びに行きますんでよろしくお願いします。はい、ぜひ。はい、わかりました。じゃあどうも失礼します。はい、ということで、今日は気仙沼の、消防団、という形で、気仙沼合併市約6万人ということでね、その確かに団長とね、去年かな、会った時に、そのバイクの部隊があるっていうので、全国にあるわけじゃないんですよね、確かにね。うん、でもバイク部隊っていうのは、やっぱり、いざそういう時には、東日本の時もすごい活躍をされて、という話を多分聞いたら、やっぱこの他の消防団なんかも、これバイクはやっぱりね、消防車とかその辺の消火の車なんか、もう走れなくなるような場所がいっぱいあるわけですから、だからやっぱそこの、例えば人を探しに行ったりとか、っていうので、確かにバイクっていうのは必要なのかもしれないですよね。うん。なんかそういう、気仙沼、バイク隊っていうのはね、ちょっともしかしたら一つのキーワードかもしれませんよね。確かにね、山間部あたりのところの消防団の方たちなんか必要でしょうね、これね。あとやっぱりね、最後にちょっとお話したんですけども、やっぱり、ね、気仙沼って言ったらね、海の幸はやっぱとにかくうまい。我々もその新日本プロレス時代に必ず気仙沼行くと、その美味しい、海の幸を食わしてもらって、ガラオフの時なんかその講演会の方から、道場にね、美味しい魚を送ってもらって、みんなでそれ食ったっていうね、気仙沼はもうとにかく、食材の宝庫みたいな、そんなね、イメージがありますから、今回は、その気仙沼、被災地にあったね、街のその部分とかっていうのを、
もう本当にちょっと、もう当時をこう思い起こすイメージは全くないぐらい、ものすごいこう近代化綺麗な、ね、街になってまして、なんか確かお店の前行った時はその被災地の時に残ってた、酒造の、酒屋さんがあったり、それから今度新しいそのビールかな、ビールのお店だったりっていうようなね、古いものと新しいものっていうのが、その融合してるような感じで、それからやっぱ少しちょっと陸の方に入っていったら山の幸であったりとかね、そういったものが、東北はねやっぱりその辺のこの食材がやっぱりものすごい豊富ですから、やっぱ向こうに行ったら美味しいものを食べるっていうのがね、楽しみなんでね、自分も、まあ、今東京がまた、緊急事態宣言とちょっと今回は危ないね、状況にまた入ってきてますけども、早くまた東北の方に行って美味しいものを食べ歩きをしたいなと思ってます。はい、それで気になってたサッカー準決勝進出ね、見てなかったんですけども、多分 PK 戦かなんかで勝ったのかな、うん、まあね、そういうことで今ちょうど、今日が7月31日、まあ、東京オリンピックのど真ん中、の中で今日は気仙沼消防団の方とお話をしました。またね、次回は、全国のどっかの消防団の方、もし、みんなとコミュニケーションを取って輪を広げようというような形の企画なんで、よかったら、気楽に、ご応募ください。こちらの方から、ご連絡して、Zoom でつないで、皆さんの消防団をご紹介、応援とこういうような形でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は気仙沼消防団の、皆さん本当に、ありがとうございました。超能ネットワーク119、今日はこんな感じで終わりたいと思います。それでは失礼します。